針がグレー針の6号ハリス2号を1広半、誘導1メートル、引きは 3B ガンダマは寄り戻しのところに 3B のガンダマを行こう。透明できたけどなんだこれ。フグでした。これフグ。ちょっと落ち着かないんで仲間のあの辺りに移動します。あ、なんかここ落ち着くわ。素直にここでやっておけばよかった。あ、やっぱ当たりすぐ出るね。サバなのかな、あれが。よし、これはサバじゃないよ。メジナですね。いたね、メジナ。メジナいた、ほらサイズそうでもないけど、なんかこういい元気、すごくなんか嬉しい。あれ、メジナありがとうございます。ちょ、とりあえずこれはさすがにちょっと当たってるんだけどな。いけるか。じんわり入る感じ。よし、当たった。もっといけ。もっといけ。よし、当たった。よし、もちましょう。ちょっとサイズアップした？お、ちょっとサイズアップしたよ。はい、このサイズ。こんなちっこいくせに、ほら、白子入ってますよ、これ。こんなちっこいのに。お、来た？あ、来たけど、メジナですよ、それ。あ、やりました。サイズアップしたかな？あれ？結構引くね。アイゴやったかな？今、僕にアイゴにしか見えてないですね。あ、ダメだ、なんか流されてる。あー、やばい。ちょっとバッカンが流されてた。バッカンで水汲みバケツが流されてた。ちょっと今回収していきますよ。こういうとこにいるんですよね、波の花って。ちょっと先に水を汲んでおいて。こうやってこう波打ち際というか、こういったさらしのところにですね、いるんですよ。あ、いいね。ほら、すごいいっぱいいる。やーべ。これ全部波の花、ほら。こんなですよ、こんな。見えるかな、ライト。こんなっすね。これでやってみましょう。波の花っていうの、池江さんにして泳がしたこの平鈴木が来ました。おそらくサイズは45センチぐらいだと思うんですけどね。40、まあそうですね、40センチちょっと超えたぐらい。まあもう少し頑張ってみたいと思います。ちょっとヒットシーンなかなかちょっと撮れないんで感じですけど、まあいいですね。夜は釣れたら超過報告ということで行きます。続いてこのモニカラマツさんで、すごい重く感じましたけど、メバルでした。
いいですね、このサイズのメバルなら美味しいですよね。ほら、まあまああるよね。30センチなんかはないけど。カメラがすぐ曇るんですよね。ヌメリがあって、あの飛沫がすごくてですね、なんでちょっと動画を撮りづらいんですよ。すぐ真っ白になっちゃう。来た？何、ムツかな？あ、ムツですね。ムツですよね。あ、やっぱムツね、多いね。何か触ってるっぽいですけどね、すでに。棚は一広です。当たった。よし、来た。ジョーさん来ましたよ。ムツじゃないやつ来ました。ええ。ほら。これなんだこれは。はい、あ、タモそうですね、いりますね。あ、メバルだ。あ、タモいらないですね。抜けます。ドラ。これ2匹目のメバル来ました。ほら、これ、まあさっきよりはちょっと小さいですけどね。あ、まあこれでも美味しそう。ほら、なんか太い、腹が太いやつ来ました。よかった、とりあえずヒットシーン取れて。まあそれでも、これ26センチぐらいですけどね。美味しそうなんで、これ持って帰ります。本日2匹目のヒラスズキが来ました。まあ、45センチあるかないかぐらいですね。あるなしぐらいですね。おー、スチャイド久しぶり。元気してた？猫、もうお前さすがにお腹いっぱいでしょ。結構食べたもんね。結構食べたでしょ。うん、もうお腹いっぱいになったでしょ。来てるもんね。腕が立ってる。しまった。あれ、サバじゃないな、これ。あれ、なんか強い。ジョーさん、なんかちょっと強いやつ来たんですけど、なんだろう。アイゴっぽくもないけどな。あ、メジナだ。ジョーさん、なんか、皆さん、なんかいいサイズのメジナ来た。うわ、嬉しい。なんかメジナ。メジナ、なんかいいサイズ来ましたよ。30ぐらいあるんじゃないの。嬉しい、なんか。おぉ。針もいいとこかかってる。結構浅くまで浮いてますね。人広。1キロぐらいまで浮いてます。34センチですね。おお、強いやつ、強い当たり、強い。あれ、取れた。あれ、なんで針外れだ。今強かった、強い当たりだったんですけどね。ダメだ、ならない。なんでだ。サバとかじゃないっぽいっすけどね。
うん、わかる。よし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 。メジナかな。メジナっすね、多分。そうでしょう。うん、メジナだ。サイズはそんなでもないけど、まあ30はある。あ、まあ31、31センチ。あそこがこうちょっとこう平らになってるんですよ、そこの岩のところ。そこからいつもやってたんですけどね。これはちょっとサイズアップかもわからないですね。これ多分ちょっとサイズアップしたと思うよ。サイズアップしたかな。うお、突っ込む突っ込む、見て、元気なんですよ、元気。むちゃむちゃ元気。これメジナだったらまあまあありそうなんですけどね。タモ置いてきちゃいました、すいません、申し訳ない。これ結構あるわ。バレないでよ、もう。いや、40はちょっとないかもわかんないですけど、ま、だけどまあまあありますね。あ、嬉しい、ありがとうございました。すいません、ありがとうございます。ね、ダメだよ、まあ、これ。もう、なんかがっちりかかってますね。35ですね、太鼓もあるし。うん、美味しそう。持って帰ります。なんかいるんですよ、ほら、間違いなく食ってるもん。お、来た来た来た。お、それはどこ行ってる。強いなぁ。これは？すみません、見えちゃいました。すみませんでした。見てしまいましたよ。でっかいですね。ジョイさん、それキープだな。これキープでしょ、これ。このサイズなかなかですよ。この抹茶色のこれ美味しいやつですよ。
来た？あら。ごめんなさい、僕はちょっともたもたしてたからかな。本当。すいませんっす。うわ、でかっ。でかいの見た。あれはやばい。あれはやばいっしょ。アイゴっすね、これね。アイゴっすね。アイゴ、向こう岸にもいたよ。元気ですね。いや、これ美味しいですよ、この間ね。美味しい。アイゴの下美味しいですよ、これ。あら。でっかいやつ。これ多分メジナより美味しいですよ、今。間違いなく。でっかい。これパンパンなんですよ。ねえ。あ、行こうかなー。あれ？いやー、あれはあんな上まで見てるんだ。なんだこれ。これま、これマイワシですね。あら、入った。あれ？あれ？入ったんだけどな。根がかりじゃないと思うんだけどな、これ。ほら、なんか来たよ。何これ？これ何？ウツボかな？ウツボかな？強いっすよ、これ。何これ。ちょっとヒラメだ。あ、違うわこれ。あ、最後にバコッとやられて終わった。びっくりした今。強かった。あれ、もっと丁寧にやれば取れたのかな。今日よかったよ、ほんと。ほんとよかった。嬉しい。